お家にいたら基本ドラマつけてるかもしれない。こんにちは、シエルです。シエルさんのお家での過ごし方について教えてくださいという質問があったので、家でねお仕事とかマジックの練習とかいろいろやってるんですけれども、その合間に常にドラマを見てますね。あと最近だったら映画を毎日1日1本か2本ぐらい見てたので、とにかくドラマと映画と共にある生活っていう感じですね。まず朝起きてからスマホでドラマつけるじゃん。そのスマホ持ちながらいろいろ朝の準備とかしつつ、最近は朝風呂をよくするんですよ。お風呂の中でもドラマ見るし、基本家の中で生活するときにこう動きながらこうながら見ドラマしてたりとか、最近 iPad Air 買ったんですけど、持ち運び楽なんで iPad Air でいろいろなとこ行ったりとか、デスクワーク用の机にはあの MacBook Pro があるので、仕事用のこう机にねこう座ってはドラマを見て、仕事ちょっとやってドラマ見て仕事ちょっとやってっていう感じかな。この部屋が、海外ドラマ部屋で、向こう側に大きなテレビがあるので、ここに座ったらもうずーっとこんな感じでドラマを見ています。ドラマ以外にも今年はねお笑いブームが私の中で来てたので、結構お笑い系の YouTube とかも見てるね。特に好きなのはかまいたちチャンネル、かまいたちさんがすごい好きで、かまいたちの濱家さんがさマジックをやられてるんですけれども、濱家さんのマジックショーがあったら見に行きたいね。今年は M1 も最初から最後まであの Netflix で配信されてるので全部見たし、 YouTube もコンと漫才、あとお笑い芸人さん同士の対談とかかなり見た気がします。笑いを求めてた2020年だったかな。もともと好きなんだけどね。最近ご飯はほぼ Uber Eats なんですけど、 Uber Eats でご飯食べる時も基本まあドラマ見てるね。大画面とともにこうご飯食べてる感じ、自分家映画館みたいな。ちなみに最近の Uber Eats ご飯はこちらです。タピオカ屋でお粥を頼みました。ゴンチャのお粥です。はい、こんな感じです。サムゲタン、あったかい、ホワホワしてホットのタピオカミルクティーです。1242円。私はいつもね甘さ控えめタイプです。甘さ控えめだ。ホットのタピオカはアイスのタピオカよりもタピオカがもちもちしてるので個人的には好きです。いい香り。いつからお粥始めたんだろう。海外ドラマ見ます。スタバのウーバー何回かしたことあるんですけど、結構進化してる。お店にあるのかな。この紙の板でこうしっかり封がされているので開かないようになってますね。大好きなチョコレートチャンクスコーン、これは熱々ですね。チーズとハムのサンドウィッチ、はい、こちらスターバックスラテのベンティサイズ、かなり大きいサイズのものです。トランプと比べるとこんな感じです。ちょっと分かりにくいですね。ということで仕事頑張ります。ここに入ってるのがモッツァレラチーズハンバーガーとポテトです。今日も海外ドラマを見ながら食べたいと思います。美味しそうです。今日のウーバーイーツは贅沢デリボックス、サーモンのソテーと7種のデリということで、まずサーモンのソテー、ディルクリームソース、いちごとケール、リコッタチーズのサラダ、自家製メープルドレッシングだ。ローズマリー香るアンチョビポテト、カリフラワーとインゲンのクスクスサラダ、紫キャベツのラペ、紫ピクルス卵、ツナとブラックオリーブ、キッパーのプッタネスカコンキリエ、なんかパスタですね。ここ初めて頼んだんですけど、すごいテンションが上がる。かわいい。野菜もいっぱい入ってるし、体に良さそうなものもたくさん入ってるデリセット、いただきます。まあ、マジシャンなのでちょっとこうトランプをねイジイジしながら、お家にいたら基本ドラマつけてるかもしれない。吹き替え派ですか、まあ字幕派ですか聞かれることが多いんですけど、あの私は結構吹き替え派なんですよ。でそれがなぜかといえば、ながら見すること結構多いので、大切にしてるドラマとかは全然字幕とかでもいいんですけど、掃除しながらこう見たいなとか、食器洗いながら見たいなとかっていうドラマに関しては結構吹き替えとかの方が個人的に見やすいっていうのがあって、1日の中で集中してみたいドラマと生活の共にあってほしいドラマがあったとしたら、やっぱそっちは吹き替えの方が見やすいんだよね。今年は結構映画も見てて、最近見た映画はこれとこれとこれとそれとあれとこれ
あとこれ見て感じかな。はい、そんな感じです。ショーシャンクの空には久しぶりに見たんですよ。そう、まあ3回目かな、見るの。面白かった。やっぱ名作ですね。面白かった。個人的にビビビビッときたのは、ローンサバイバー、小さい集団 VS 大きい集団みたいな、ああいうの好きなんですよ。300とかね、そうそう。それで、ローンサバイバーは結構そんな感じだったんで。そう、面白かった。もう終わりにしていいよって思っても戦い続けるみたいな。海外ドラマにコブラ会っていうドラマがあるんですけれども、こちらが映画ベストキッドの続編で、まあドラマ化されたんですけれども、これがものすごく面白いよと聞いてて、で見たら完全にハマって、でそれでそのまあ映画ベストキッドも見て、でドラマはバッて一気にして、これは本当に最高に面白かったので、まあ、こちらは改めてねちょっと動画を撮りたいと思います。ドラマと共にあれって感じ。外に一歩も出ない日も多かったので、お家でストレッチと筋トレをまた再開しました。朝と夜やることが多いかな。皆さんはお家で何して過ごしてるんですかね。海外ドラマとかなんていうのかな、トランプが終わった、10年ぐらいずっとハマってるものだし、まあ、海外ドラマコメンテーターとしてもお仕事させていただいたりとかしてて、なんかもう一個自分にとってハマれるなんか好きな趣味が欲しいなと思ってて、そうね、なんかお家でできる何かをやりたいなと思います。おすすめの趣味あれば教えてください。もう本当今は海外ドラマと映画が大好き人間なので、最近ちょっと心に余裕がなかった時期があって、でその時にUNEXTとかなんかでオーシャンズっていうさ、海の生物たちのドキュメンタリーっていうのかな、テレビシリーズっていうのかな、結構短めのやつが何話かポンポンポンってあるやつがあったんだけど、あのオーシャンズ、海の世界のそのお話を見てちょっと心が浄化されました。海のこの広さはさ、無限に広がってる感じ。オーシャンズのそのミニシリーズの方っていうのかな、あれがおすすめ。ちょっと悩んでる方とか、なんかイライラしてるなと思った日にはぜひご覧ください。そんな感じでした。というわけで今日も動画見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。